今回は新三国無双2の個性的なキャラボイスを担当している声優さんを見ていこうと思います。非常に個性的なキャラが多い今作は戦闘やイベントムービーなど臨場感を感じるキャラばかりですよね。そう感じる理由としてやはり切っても切れないのは声優さんたちの演技力の高さゆえではないでしょうか。ということで今回は新三国無双2のキャラボイスを担当した声優さんを簡単に紹介していこうと思います。正直僕自身そこまで詳しくないのであまり深入りして間違えた場合非常に失礼に当たってしまうのであくまでも簡潔に紹介させていただきます。また著作権の関係上声優さんの画像は出せないためこの動画を見ながら自分で検索してみてもらえると助かります。では行ってみよう。まず一人目は中井和也さんです。中井和也さんはさすがの僕でも知っている声優界のデーベテランですね。中井さんが演じているキャラはカコートンと転移になります。低くドスの効いた声を演じる中井さんは代表作としてワンピースのロロノエゾロや銀魂の土方藤四郎の声も担当しており、めちゃくちゃ人気キャラを数多く演じておられます。中井さんは運命なのか刀を扱うキャラを担当する機会が多いみたいなんですが、何の因果かご本人は先端恐怖症で刃物が苦手みたいです。三国無双2は一人で二役演じられている声優さんが多く、やはり全く別物に聞こえてしまう演技力はさすがですね。二人目は吉水貴博さんです。吉水貴博さんは周囲と巨長を一人二役で演じられています。その他にもドラゴンボールのアプールという激烈コアキャラや北斗無双の周を担当されていたりと、僕の大好きな渋めのキャラを担当されていますね。巨長と周の二役を担当されているということで、僕これ最初コメントで知ったんですけど、まず巨長と周が同じ声優さんと聞いて最初血の気引きましたもん。コメント見た後に改めて聞き比べてみると確かに声の芯の部分は一緒であることに気づいたんですが、多分言われなかったら一生気づかなかったと思います。声優ってすげえ。3人目は岸野幸正さんです。岸野さんも声優界のデーベテランであり、劇団岸野組の団長で舞台役者としてもご活躍されているそうです。岸野さんが演じられているキャラは我らが勧誘超絶女好きの曹操ですね。新三国無双2はほぼ残ゲーということもあり、無双ユーザー諸君はなんだかんだ言って使いやすく強い曹操の声を一番聞いたことが多いのではないでしょうか。現在僕もマニアックス装備縛りでちょうど曹操を使っているため現在進行形でお声を聞かせていただいています。岸野さんはこれまたなかなか絶妙なラインのキャラを多く担当しており、ワンピースのヒグマ、ドラゴンボールのバータやタオパイパイ、僕は見たことないんですが、スラムダンクの魚住潤などの声を担当されています。4人目は徳山康彦さんです。徳山さんはエンジェルこと花光炎と孫権の声を一人二役で担当されています。これもね、言われるまでマジでわからなかった。全員そうですが、声優さんって本当にすごいですね。僕自身あまり声優さんに詳しくないので、こういった情報は勉強になる上に感動します。徳山さんはこの他にもワンピースの与作や茶髭、三国志戦記では関根と甲冑を演じられたり、映画版新三国無双では孫権の吹き替えを担当されているそうです。全然話関係ないんですけど、映画版新三国無双って面白いですか？面白かったら見てみたいですね。余談ですが、趣味はコサックダンスらしいです。5人目は田中博文さんです。田中さんの担当されているキャラはみんな大好き千秋、長領です。山田の意味を持つ長領を最新作まで担当されており、無双乱舞時の山田は皆さん聞きまくったんではないでしょうか。三国志戦記では徐行の声を担当されていたり、僕の思い出ゲームの一つである北斗の拳世紀末救世主伝説のジード役も担当されています。めちゃくちゃ大好きなゲームで、そのうち実況やりたいなと思ってたのでびっくりしました。6人目は竹下剛さんです。竹下さんが担当しているキャラは僕の大好きなキャラの一人でもあるフハハハハでおなじみ芝居です。どこかのカボチャ頭とは違い、広範囲かつ強力な無双乱舞や無双2キャラ内で一番雷属性を使いこなす文武に長けた芝居を竹下さんは新三国無双7まで担当されています。静かな声から高ぶった笑い声まで、抑揚のつけ方がとても上手な竹下さんですが、非常に残念ながら帰宅途中の転落事故で2013年3月10日に逝去されています。享年37歳だそうです。新三国無双シリーズだけでも7までの長い間私たちの芝居を演じてくださった竹下さんですが、三国無双ユーザーを天国から笑いながら見てくれていると嬉しいですね。ちなみに以降の芝居はしばしも演じられている沖合龍太郎さんが公認されています。7人目は河野義行さんです。
河野さんが担当されているキャラはまさかまさかの長江と猛角というまさに正反対、似ても似つかない2人を1人で演じ分けているみたいですね。これは衝撃でした。あんな華麗に優雅にとか言ってるキャラと血の気の多い南蛮を1人で担当してるとは、もう感動を通り越して一周回ってドン引きの息です。この二人は僕知った後に聞き比べてみたんですが、同じだと思えなかったですね。信じがたい。僕も趣味程度に声真似が好きで割と得意な方なんですが、人間声の本質の部分ってどう変えても一緒に感じるはずなのに、この二人はマジで違いすぎます。びっくり。ちなみに僕の得意な声真似は義円や宝刀をはじめ、マスオさん、アナゴさん、オロチマル、ナダル、銀玉のカツラ、ボーちゃん、カルシファー、ナンチューなど、まあまあいっぱいあります。ちょっと昔に遊び程度に声真似の動画も上げてますので、もし気が向いたら概要欄にリンク貼ってますので見てみてください。話を戻しますが、河野さんはドラゴンボールのヤコンやスラムダンクの笹岡を演じられています。8人目は山本圭一郎さんです。山本さんの担当するキャラはジョコ。ひたすらに部を追い求め自分の道を突き進む、良くも悪くも裏表のないまっすぐなキャラになります。このジョコウはシリーズ通してキャライメージや武器などがほぼ変わっていない珍しい武将なので、好きな方も多いのではないでしょうか。ジョコウと鉢合った時の参る全力で参られよが個人的にはめちゃくちゃ素敵なセリフです。ジョコウの他にも三国志戦記では巨長劉表、2では宝徳や綺麗を担当されています。9人目は住友優子さんです。住友さんは僕の心の支えでもあるみんな大好き新規とジョカを担当されています。衝撃ですね。新規の心が底から震えるようなセクシーな声質から、ジョカの色気もクソもない超絶純真無垢少女の声質まで幅広い演技に私感無量でございます。新規は最新作新三国無双8まで担当されているので、僕としてもすごくありがたく、もし機会があれば耳元で新規の声でこの舞台野郎と囁いてもらいたいですね。住友さんは新三国無双3のエリット武将の声も担当されており、新規を演じる際に発するセクシーボイスはさすがに自負があるのか、自らを観音声優と自称することもあるらしいです。もう全然自信持って自負してください。10人目は小野坂雅也さんです。小野坂さんはかなり有名な声優さんですね。新三国無双2では趙雲と諸葛亮を1人2役で担当されています。諸葛亮が基本的に静かで喉の細い声質になるため、趙雲のハキハキボイスと同じだとは最初思いませんでした。元はお笑い芸人を目指していたらしく、吉本新喜劇をきっかけに吉本に入ろうとしたらしいんですが、弟子入りするのが一般的だった当時では敷居が高く断念したそうです。その後俳優を目指して俳優育成所と勘違いして青鬼塾に入塾し、今に至ります。小野坂さんはプライド最初のメインイベントでもある高田信彦 VS ヒクソングレーシー戦のコール担当も務めたり、テニプリの桃城武史やワンピースのスパンダムも演じられています。11人目は増谷康弘さんです。増谷康弘さんが担当しているキャラは我らが軍神関羽と激烈サイコキラー義円の2人になります。すげえですね。これも何かのコメントで知ったんですがびっくりしました。増谷さんは元は東芝の半導体事業に携わっていた会社員だったらしく、30歳を節目に好きなことで勝負したいと声優の道に踏み出したそうです。いやマジで踏み出してくれてありがとうございます。増谷さんが踏み出さなければ三国無双メインキャラと言っても過言ではない軍神関羽とサイコキラー義円のイメージがかなり変わっていたかもしれません。増谷さんも最新作まで2人の声を担当しているので、この先もぜひお願いしたいですね。この他にも筋肉マンのガゼルマンやガッシュベルのノリとハッサミなどを演じられています。12人目は掛川博彦さんです。掛川さんは張飛と太子寺を1人2役で担当されています。張飛の豪快な雰囲気から太子寺の力強くも繊細さを感じる演技の振り幅には脱帽せざるを得ません。ちびまる子ちゃんの戸川先生をはじめ、ワンピースのミホークや世界丸見えのナレーションも担当されたりと、誰もが知っているようなメジャーなトップ戦線で活躍されていますね。まさか丸見えのナレーションが張飛と太子だったなんて思いもしませんでした。掛川さんも地方公務員や会社員だったものの、したいことをしないと一生後悔すると思い立ち声優業に足を踏み入れたらしいんですね。こう見ると人間好きなことで生活できる人ってやっぱり羨ましいなと思いますね。まあいいことばかりではないですし、血の滲むような努力に耐え切ったものだけがつかみ取れる本当の夢なのかもしれません。13人目は遠藤守也さんです。遠藤さんはメイン武将の劉備とモブ武将では長領も演じられています。長領は黄金の乱で左の方にいたり、無双4であの目が行き切ってるあいつですね。
劉備は蜀の総大将で、2では有能すぎるチャージ力をはじめ強力な無双乱舞などを扱う性格以外完璧な超人で、皆さんお世話になったのではないでしょうか。ユニーク武器が壊滅レベルで雑魚かったり、馬上攻撃が4回までしか続かなかったりと問題点も多く、たびたび話題に上がるネタの尽きない人気キャラでもありますね。その後のシリーズではモブリューゼンの声も担当しており、親子ということもあってかこの2人はそこそこ声が似ているので、さすがの僕でもすぐに分かりました。14人目は河津康彦さんです。河津さんは甲冑と聴覚を一人二役で演じられている声優さんです。この人すごいですね。甲冑の下を巻き倒したバーサーカー声質から、聴覚の激ヤバ宗教団体長のハスキーボイスまで自在に声質を変えられるすごい方だなと思いました。河津さんは映画版新三国無双でも聴覚の吹き替えを担当されていたり、ドラゴンボールのミスターポポとかいうこれまた大癖キャラの低い声を演じられているみたいですね。甲冑と聴覚も最新作まで担当されているので、もうこの方なしではこの先しっくりきませんね。15人目は原巻浩二さんです。原巻さんの担当キャラはよっでおなじみ馬長になります。馬長も最新作までにとどまらず、別作品の三国志戦記でも馬長を担当されたりと、まさしく正義は我にありですね。うん、これは普通に意味やからね、今のなしで。原巻さんは声優と兼業で保育士としても働かれており、馬長の声を間近で聞ける園児たちに辛く嫉妬するのは僕だけでしょうか。16人目は菅沼久義さんです。菅沼さんは無双2切手のソプラノプレイヤーである脅威と孫権を担当されている方になります。やっぱりここ2人は同じ方でしたか。中学の合唱コンクールなら間違いなく女子に混じってソプラノパートに入れられているこの2人を菅沼さんが1人で担当されているんですね。菅沼さんは剣道初段らしく、孫権のチャージ4の剣の振りが異常に速いのも剣道初段が関係しているのかもしれません。他にも配給の秋宮昇などを演じられています。17人目は河内貴博さんです。河内さんは宝刀と孫作を一人二役で演じられており、ベース高めの声質のキャラを担当されているんですね。他にも戦国シリーズでは今川義元の声も担当されており、コメントで教えてもらってから気がつきました。少し変わったキテレツキャラを演じているイメージが強く、喉を絞って出すような声質がなんとも独特な声優さんだと感じましたね。この方も剣道初段の実績を持っていたり、ダウンタウンのガキ塚のナレーションもこの方が担当されているみたいです。18人目は野島健二さんです。野島さんはリクソンと復帰の声を一人二役で担当されています。父親の野島昭夫さんも声優として活動されており、その背中を見て育ってきたため自然と声優の道を志すようになったそうです。リクソンと復帰は確かによく似ていますよね。2人ともハキハキした聞き取りやすい声で、トーンもそれなりに近いため僕でもなんとなく分かりました。その後のシリーズではリクソンだけでなく検定のキャラボイスも担当されています。19人目は上川恵美さんです。上川さんが担当されているキャラは孫昌宏。非常に高い声で戦場を駆け抜けていく史実と演技でキャライメージが正反対のアクティブお嬢になりますね。孫昌宏のボイスも最新作まで担当されており、もうこの方以外の孫昌宏は自分の中では考えられないので、今後も頑張ってほしいと思います。孫昌宏の他にもワンピースのリカを担当されていますね。あの最初の方の貼り付けゾロにおにぎり差し入れに来たあの子供ですね。てかあれ孫昌宏やったんや、衝撃。20人目は三浦博明さんです。三浦さんは新三国無双2切手のチートブレイカーであるカンネの声を担当されている声優さんになります。2のカンネといえばチートもチート、間違いなく最強格のキャラであり、熱のこもったしゃがれ声が独特でプレイヤーを熱くさせてくれる絶妙な演技がたまらないですね。三浦さんはこのカンネの声で一躍人気になり、そこからいろいろなお仕事が増えていったらしいです。この他にも無双オロチ3では関作、ドラゴンボールではザーボンの声も担当されているみたいです。21人目は堀幸俊さんです。堀さんは三国無双シリーズのおっさんキャラである旅網と董卓を一人二役で担当されています。よし、とりあえず先に謝っておきましょう。堀さんごめんなさい。僕が董卓のこといろんな動画でボロクソ言っていたので、なんか一応謝っておこうと思って言っただけです。堀さんは低くも聞き心地のいい少しだけしゃがれた声が特徴的で、個人的にはかなり好きな音域の声になります。堀さんは有名作でいうと名探偵コナンのジンやドラゴンボールのドドリアなどを演じられています。確かにドドリアと董卓一緒。22人目は島方純子さんです。
島方さんが担当されているキャラは大凶と小凶ですね。大凶の落ち着いた声と小凶の無垢な声質を使い分けるのは本当にすごいと思います。もともと演劇部に所属されていたらしく、そこで鍛えた演技力を遺憾なく発揮されていますね。その他にもアンパンマンのくも丸、きり丸なども演じられてるみたいです。これはね、子供がよく見るから知ってる。23人目は小松理香さんですね。小松さんが担当されているキャラは挑戦。あのおしとやかでどこか闇深さを感じる、全てを悟っているみたいなトーンの敵には回したくないタイプの挑戦を演じられているんですね。小松さんも最新作まで挑戦一筋で来られているので、ぜひ今後もお願いしたいですね。もし今後お会いする機会があれば、絶対身元でお供しとうございますと支えてもらうのが僕の夢です。24人目は龍谷治さんです。龍谷さんが担当されているキャラは名族炎章になります。炎章の気位が高く、どこか頼りない無理に自分を大きく見せようとする高く大きい声が特徴的な声優さんですね。その後のシリーズでは炎章の他にも長老や馬体なども演じられているそうです。感情が高ぶった時に出るあの独特な裏声を自在に操れるのはめちゃくちゃすごいですよね。炎章も最新作まで担当されているので、ぜひ今後も名続していってください。25人目は米本千鶴さんです。米本さんの担当キャラはみんなの母ちゃんこと宿友になります。宿友は南蛮王猛角を完璧に尻に敷きながらも、要所要所ではしっかり立てるみんなの母ちゃんキャラになるんですが、火の神の末裔でもあり、熱の入ったキレのある一言で軍を鼓舞する熱血タイプの声になりますね。米本さんは声優の他にも脚本家としてもご活躍されていたそうです。現在は残念ながら持病持ちということもあり、2022年9月に声優業を引退されています。新三国無双シリーズでは最新作まで宿友を担当されているんですが、今後の作品での後任の方が気になるところではあります。はい、ラスト26人目は稲田哲さんです。稲田さんが担当されているキャラは郊外と呂布になります。惜しいキャラを一人二役で演じられている稲田さんですが、この方の声はとにかくかっこよすぎます。渋すぎます。イケボすぎます。稲田さんも呂布と郊外のボイスを最新作まで担当されています。郊外ももちろんですが、呂布の声はもう本当に稲田さん以外考えられないですよね。あの超独特な低い声を今後も聞かせてほしいところです。映画版新三国無双でも呂布の吹き替えを担当されていたり、ヒロアカのエンデバー役など多方面でご活躍されています。 YouTube に呂布のコスプレでライブをされている映像があるんですが、もう呂布そのものすぎて鳥肌必須なので見てみてください。てか僕が勝手に思ってるだけなんですけど、呂布って稲田さんモデルにしてませんか？めっちゃ似てません？画像出せないんですけど、もし何か知ってる方いれば教えてください。はい、今回は以上になります。著作権の関係で画像は出せませんでしたが、簡単に紹介させていただきました。この他にも小ネタなどあればコメント欄で教えてくれると嬉しいです。今回はここまでにします。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。じゃあバイバイ。